情念司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、ということで始まりました。今日はですね、ご覧になれば分かりますよね、この雰囲気ね。虎ノ門ニュースで言えなかったことを撮ってるんですが、なんと場所はですね、アスカ新社ドーンということで、沼尻さんありがとうございます。いつもお世話になってます。虎ノ門ニュースで予告した通りですね、表紙の撮影に来ましてね、これね、経済で読み解く日本史、はい、同じ格好してるでしょね、はい、表紙の撮影に来まして、ついでにですね、なんと色紙も書かせていただきました。こちらの色紙はですね、セブンネットショッピングで、私の本を予約した方に、抽選で差し上げるということですね。この後ねちゃんとね、あの色付けしますからね、絵はもう終わってるので、こう色付けしてですね、皆さんこちらの色紙、スペシャル色紙をセブンネットショッピングで買った方20名限定20名差し上げるそうですので、ぜひですね、経済で読み解く日本史平成編よろしくお願いしますということでね、はい、もう大変でしたね。これからゲラが出てくるんですよね、こう本格の大変なんですよ、もう地獄の苦しみでね、もうね、今回はね、もうこの本を書くことによってね、予定をすっ飛ばすこと5回ぐらい、もう本当ね、損害賠償請求しようかと思ってるんですけどね。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、考察全部来ました。ね、これ今ね、室町、安土桃山、江戸、そして明治、ね、そして、大正昭和と来て今平成編を書いてるということなんですが、もうあまりにね集中してるとね、予定をねよくすっ飛ばしちゃうんですよね。書いてるとそのままやっちゃったりとか、明日も書かなきゃとか思ってると、スケジュール見ないで書き始めて、はって気づくと、ジョンさんいつ来るんですかみたいな連絡で、もうひねえ目に遭いましたよ。もう本当に、もうあの、俺会社経営してるんですからね、もう予定5回もぶっちしまう。まあぶっちっていうかね、最大遅れていったのはね、1時間遅刻っていうのがありますね。マジで。本当に申し訳ございません。はい。まあでもそれは、あの、これのせいじゃないです。これのせいじゃなくて、ちょっと俺があの落とし物をしてしまってね、会社のちょっとあの大事な書類を落としてしまって、それで動揺して予定忘れちゃったっていうことなんですけど、はい、もう一生懸命今こちらね、間もなくゲラが上がってくるのかな、来週の月曜日ぐらいにゲラが上がってくるので、まあこれは書きたいんですけど、まあね、ここのところの、まあ、あれをめぐる経済、危機ね、まあいろいろ見てるとね、やっぱ歴史回ってるなっていう感じがものすごいしますね。今ね、現在我々がね最も参考になる知識で、直近のね出来事で言うと、ね、やっぱねリーマンショックかな、リーマンショックが今すごい参考になるこの、まあ、相場の動きになってますよね。ただリーマンショックと今回のあれの違いは、リーマンショックっていうのはあくまでもあれはあの金融が目詰まりすることによって起こっちゃったわけですよね。今日そうちょっとあんま虎ノ門ニュースで経済の話はあんまできなかったんで言うと、あれは要はその価値があると思って買ってた仕組み債が実はゴミだったということが分かったわけですよね。あの2007年まではトリプル A とかついてたですね、サブプライム、ローンのね、ローン債券ね、それをまあ仕組んだ、CDO っていうね、まあ仕組み債ですけれども、ああいうのがですね、トリプル A もついてるから大丈夫だろうと思ってたら、そしたらもうとんでもねえと、実は全く価値がなかったということで、ってことで、で、その銀行のバランスシートで資産として積んでたやつが突然ね、資産じゃないってことで、バランスシートがガーンってこうね、資産の方マイナスになっちゃって、そうするとね、負債も当然ありますから、債務超過みたいな感じになっちゃうんですよね。でも銀行が債務超過ってなるとみんな不安になってバーって下ろしに行って取り付け騒ぎみたいなのが起こって金融システム崩壊してしまうと。で、これリーマンショックが危ないってこと、リーマンブラザーズが危ないってことでね、リーマンあのブラザーズにわーってみんなが群がって、でリーマンが倒産するとリーマンと取引が多い銀行もあそこもリーマンに債権あったから危ないって感じで、そっちも連鎖して、でそことの取引あるところにもまた連鎖してって感じで、こうね、金融システム全体がこうメルトダウンを起こしてしまうと。これがまあリーマンショックの時のポイントだったんですよ。で、今回のはですね、まあ皆さんご存知の通り外出禁止令ね、それから渡航禁止令ってのがいっぱい出てですね、人が動けなくなってしまうと。で、人が動けないっていうことによって、物理的にですね、物も動かなくなって、人、物動かないので金もついてこないと。人、物、金が動かないっていうね、実需に直接、ダイレクトアタックですよ、これね、遊戯王でいうところのね、プレイヤーをダイレクトアタックみたいな感じで、いきなり HP 減っていくわけですよ。もうトラップカードとかね、守備表示でいろいろ置いたんですよ、こうモンスターがね。守備表示で、大正昭和時代を召喚とか言って、ね、トラップカード、明治時代とか言ってね、こうやってんですけど、こういうの全部すっ飛ばしてですね、ね、あの、プレイヤー本人にダイレクトアタックみたいなのがこう来ちゃってるんですよね。で、プレイヤーの HP 限られてますから、もうしょうがないから HP 借りてこいっていうことで、アメリカはもう金吸ってバンバン経済対策やりますので、2兆ドルも実は対策を決めました。ところがですね、日本政府しょぼいですよね。西村大臣ね、復興大臣がね、早くても5月末で、しかもなんか金額がしょぼくてさ、2万とか言ってるでしょ？ 2 万なの本当に。10万って説もあるけどね。
で、それで、なおかつあれでしょ？なんか所得制限作ってとかやるわけでしょ？でもそうするとね、年収400万以下とか300万以下とかなるので、もうほんとごく一部の人しか配られなくて、で、しかももうそんなん配ったって、まあ商品券だから貯金はできないけどね、大して商品には繋がらないみたいな感じになっちゃうんですよ。そうじゃなくても一律10万とかで、もう明日振り込みますみたいな、これが今ね、必要なんですよ、日本には。でも行かないでしょ？で、これなんでかっていうとね、マスコミが今そういうしょぼい情報法をアドバルーンとして垂れ流してるわけです。はい。で、そのアドバルーンとして垂れ流したものに国民が大して反発しなかったら、まあいいや、しめしめって感じでそのままやっちゃうんですよ。で、国民が逆に大騒ぎになったら、これね、変わると思います。で、ちなみにね、自由民主党という党はですね、もう本当にそのね、ポリシーのないことではね、もう全国1位ですよ。はい。この間まで財政再建とか言ってたやつが、緊急事態だとか言って、もうね、午前財政再建って言ったら、午後から緊急事態で、もう財政規律さんがいいなんて言いかねないんですよ、自民党のやつは。コロコロ変わりますから。で、もう選挙通らねえってなったら自民党にとかコロって変わりますから、とにかく大騒ぎすること。でね、今回のね、騒ぎ方は皆さん結構身染みて騒げると思いますよ。実際に売り上げ消えそうですからね。ね、もう出版社も大変ですよね、ほんとね。もうほんと、飛鳥新社も大変なんですよ。皆さんほんとね、よろしくお願いしますね、これね。そう。だからもう、守備表示で、このね、江戸時代を召喚とかやってもね、なかなかね、難しいわけですよ。だからもう政府っていうのはもうこの際ね、財政規律なんか気にしないで、とにかく金ばらまくということをやらなきゃいけないんですが、なんか日本はね、いまいち腰が引けてるんですよね。まあそれでも、給付金と減税どっちがいいっていう中での選択なんですよ。これ今まで増税ともっと増税どっちがいいって選択だったのが、給付金と減税どっちがいいって選択で、減税だけは勘弁してくださいっていうのが今の財務省なんですよ。で、そのためにいろいろまやかしの玉を投げてるんですけど、中身がしょぼいんで、国民怒ってますよね。もうこの怒りをね、全力でね、財務省ぶつけましょう。私はね、財務省伝突でもいいと思いますよ。今電話しようかな、財務省ね、ほんとね。財務省電話するのをこう、取ってもいいんですけど、はい。そんなようなね、ことも必要だし、あと自民党本部ね、これも多分伝突した方がいいと思うし、あとその自民党のね、政治家のね、事務所ですね。こういうとこもね、伝突した方がいいんじゃないかなと。で、それぐらいやらないとね、気がつかないんですよね。で、今回しょぼいニュースがあって、ふざけんなーみたいなのが殺到したら、さすがに変わると思います。で、今ね、財務省の肩持っていろんな発言してるのはね、役人の言いなりの政治家ですよ。典型的なのが麻生さんね。それから二階さん。この辺みんな言ってること同じでしょ？で、なんかぐだぐだ文句つけんですよ。なんか、やれ貯蓄に回るだとかね。一回下げると上げるの難しい。関係ねえだろうと。もう死んじゃったら、ね、下げたもんも上げらんないのって感じでしょ？ね、死んだら上げらんねえから永久にと。な？生かさず殺さずで生かすとこ考えとけよと。思うんですけど、なんかね、今殺す方向に行っちゃってるんですよね。で、それで死ぬとは思ってないのかどうか。まあ、あいつら世田谷自然災区の上級国民ですからね。自分ら知らねえから関係ねえと思ってるのかもしれないですけどね。あれは良くないですよね。で、所得制限なしで、それこそ10万円で配れば、それは金持ちにとってはね、金持ちにとってはそんな10万円なんて大したお金じゃないけど、一般庶民にとってはすごい金じゃないですか。家族4人で40万ですよ。そらもう40万もらったらじゃあ4万ぐらい使ってもいいかなって思うじゃないですか。これが大事なんですよ。それを最初から2万しか配らなかったら全部貯金ですよ。当たり前じゃないですか。ね。つまりその、消費に回らないって言ってるのはどういうことかというと、消費に回るほどたくさん給付金払ってないってことなんですよ。で、このまま行くとね、ほんと5月までにね、旅館もホテルもレストランもみんな潰れちゃいますよ。ね。で、それに仕入れ業者のね、皆さんとかも全部潰れちゃいますよ。本当にそれでいいのかって話ですよね。で、それを5月末にね、給付金2万円出しますから、それまで自分でやってください、ね。そんなうまくいくかよってことですよね。で、さらに言うとね、そう、もう一個あって、確か岩盤規制かな？なんかに内部留保の話自分書きましたよね。確かね。あれか、講談社の本にも書いてあるんですけど、確か岩盤規制も書いてあるんですけど、なんで、そう、今本持ってきてください。なんで内部留保がね、日本の企業多いかというと、ね、こういう危機が起こった時に、政府が何もしないでしょ？今回よく分かったでしょ？やるとしても遅いでしょ？周りにこう見ながら、どうしようって、国民の生活厳しいから、じゃあ小出しにって、ガダルカナルみたいな展開になるでしょ？で、その間企業潰れちゃいますから、内部留保ないと。だからみんな留保してるんですよ。ね。今回また日本企業はみんな学習しましたよ。ほら見ろ、政府の対策をせえと。給付金もちっとも配んねえし、ね、社会保険料ね、来月からもう取りませんって一言言えばもう、それでいいのに。言わないでしょ？言わないでしょ？そしたらもうこんなもう、やっぱ内部留保しなきゃダメだなと、ますますみんな内部留保しようと思っちゃいますよ。こんなことやったら。ね。逆にアメリカ政府みたいに、もう多分今日の夜かなんかに可決して、来週振り込みますみたいな世界ですよ、給付金。それもなんか4人家族で35万ぐらい？今日ケントさん聞きましたけど。早いんですよ。この差ですよね。結局日本政府はそうやってもう増税官僚どもね、増税心理教の、まあ、信者どもがですね、なかなかそういう国民に配ったりとか、ね、そういう緩和政策、ああ、来た、ね。ね、そういうのやらないっていうのが問題で。で、まあ、この本に確か内部留保のこと書いたと思うんですけど、
財務省のところで書いたのかな。はい、その内部留保の問題とかね、書きました。で、ね、ごめんなさい、この本のね、書いたことで、ついでに言うとね、一個謝らなければいけないことがあるんです。この本のですね、第6章に書いた、医療費激増の真犯人というところでね、私ね、CT とかね、それから、MRI、もう日本の病院買いすぎだってディスったんですよ。大変申し訳ございませんでした。まさかこんな時に役立つとは。今めちゃめちゃ役立ってんですよ、CT が。あれの診断があるおかげで日本の検査精度すごい高いんですよ。ということで、CT はいざという時使えるなと。でもその代わりね、CT を置いて普段ほとんど使ってなかったわけですから、その負担をずーっと俺たちは払ってたんですよ、保険料みたいにね。で、まあこういう時に役に立つっていうのがあるので、まあこれいたしかえしですね。だからどこまでそのね、リスクを、まあ許容して、ね、どこまでその、まあ、その、ね、こういう備えを、ね、コストかけるかと。今いう問題もあって、なかなか難しいですよね。まあ、コストカットやりすぎた結果がね、東電のまあ、福島の原発事故につながったってこともあるので、まあ、このリスクとリターンのね、バランスってなかなか難しいですね。で、今回みたいな未曾有の危機の時にね、意外とそういうね、無駄だと思っていたものが役立つみたいなこともあるので、まあ、何でもかんでもね、お金で片付けていいのか、やっぱ危機管理って観点も必要だなと。まあ、でも危機管理もお金ですからね、ぶっちゃけ言うとね、必要かなっていうことをね、ちょっと思ったりもしたということでございます。ということで、経済で読み解く日本史ね、これも宣伝してくれと。来月号というか、今月号か。今出ている月刊花田に、明日発売でごめんなさい。明日発売の月刊花田にですね、なんと、桜井よし子、常念司、角田龍翔、大激論130分ということで、この間の言論テレビのね、やつがちょっと収録されて、大幅に過失修正してありますので、よかったらこちら、花田ね、明日発売。ぜひお買い求めいただければというふうに思いますので、よろしくお願いします。皆さんぜひね、チャンネル登録をお願いします。10万登録達成したんで、次の目標20万ということで頑張ってますので、ぜひお願いします。あともう一個大事なことだった。昨日出したね、ジョネトラダムスからの秘密のメール、まだ読めます。明日の夜9時までバックナンバー公開しているので、読みたい人はぜひですね、プレミアム会員登録をお願いします。八重洲イブニングラボでお待ちしております。最後告知だらけになりましたけれども、基本はこれだ。経済読み解く日本史、よろしくね。平成時代だよ、ということで終わります。ガー。